こんにちは、坂太郎です。三原消防の車ですけども、今日はですね、2月の11、12、13の3日間三原市で行われている、新明市に来てます。今駅の裏にいるんですけども、これからねちょっと見て回ってみたいと思います。それでは三原といえばタコ、そんなタコの有名な三原の新明市で、なぜか元気に頑張ってらっしゃるトルコ料理のドネルケバブ。ドネルケバブは余分な油が下へ落ちていくためとってもヘルシーですと、本当すごくいい感じで焼き上がっているようですが、お客さんの方も並んでまして好評みたいです。トルコ料理ですね。これちょっと新しい、ちょっといきますと、ご覧の通りこれかき焼きということで、まあ、広島ならではですかね。これ、焼きガキですね。うまいでね。焼きガキ、肉巻き、うわすごいですねこれ。新しいお店ですけども、アップルパイ、焼きたてのアップルパイが食べれるそうです。東条のお店なんですね。農家直送ということでアップルパイ焼きたてだそうです。もう皆さんねこれご存知だと思うんですけども、三原の新明市で一番行列ができるお店じゃないでしょうかね。こちらです、たい焼きの小島商店。そして祭りといえば大衆遊戯の店、射的ですね。 DS が乗ってますね。お指から挟まないように、棚から後ろに落として跳ね返り玉、拾い玉は使わないでくださいと、ね、マナーを守って狙うと。そしてこれも射的よりももっとかっこいいですね。ビンゴゲーム、6発で打ってます。こちらが、カステラの田中屋さん。田中屋さんといえばこのカステラということで、私も買いたいと思います。身代わりひょうたん、まだようわからんですね。身代わりひょうたん。そしてあちらの向こうに大だるまが見えると、まあ、あっちまでねこれ店が続いてるということですね。非常にいい新明市になるんじゃないでしょうか。皆さんもし機会があればねお越しください。それでは。